フィリップ・カラジョルジェビチは、ユーゴスラビアの元を大使、アレクサンダル2世と、その最初のツママリアダグロディアの次男。ユーゴスラビア王子の称号を持つ。アメリカ合衆国のバージニア州フェアファックスで生まれた。アレクサンダル王子とは双子で、フィリップの方が兄である。先例の大父母は、スペイン王ヒソフィア、ギリシャ王コンスタンティノス2世、カラブリア皇爵夫人アンヌが務めた。 ユーゴスラビア王位継承順位では2位、ペータル王子に次いで第2位。1985年に両親は離婚し、父はすぐにキャサリン・ベイティスと再婚した。やがてロンドンに移り、兄弟たちと一緒に学校に通う。2000年、カンタベリーのキングズスクールを卒業した。フィリップはユニバーシティカレッジロンドンで人文学位を取得し、現在はロンドンにある。 財団法人で働いている。2001年7月、ユーゴスラビア王家は60年ぶりに、ベオグラードの旧王宮に帰還した。2017年10月7日、グラフィックデザイナーのダニカ・マリンコビチと結婚。2018年2月25日、二人の間の長男、ステファンが誕生した。ありがとうございます。